の際でも道がある。事業再生版令和の虎、クラウドファンディング。事業再生版令和の虎、クラウドファンディング。虎の意を狩るプロジェクト、今宵はどの虎の意を狩りるのか。あ、谷本社長。あ、どうもすいません。福ちゃんじゃないですか。はじめまして。あ、そうですね、はじめましてですよね。はじめましてです。あの、見ました、あの事業再生は。あ、すいません、よろしくお願いします。すいません、はい、あれ、もうあの収録終わって、今日は、はい、もう令和の虎運慶終わって今からちょっと帰ろうかな。あ、そうなんですか、はい、ちょっとだけお時間いいですか。あ、もちろんもちろん、はい、はい、かわいいカバン。え、さ、この靴どう。すいません。あ、どうも、はじめまして。はじめまして、はい。あ、どうも、飯を落としたいですもんね。いえいえ、動画では全然見てます。すみません、ありがとうございます。福田と申します。よろしくお願いします。命をつなぐ。今日カメラは何ですか。え、あ、今日はですね、はい、あの虎の意を借りるプロジェクトって言いまして、はい、あの私が事業再生版タイガーファンディングに出た時に、はい、あのクラウドファンディング。あ、それなんですね。そうなんですよ、はい、それでですね、はい、その虎の社長さんたちに特化したそのお返し物、まあ、要は返礼品、はい、こちらの方今ご設定していただいていて、はい、でぜひ谷本ちゃんにもお願いしたいと思いまして、今日はお伺いをさせていただきます。いやいや、初対面なんですよ。なかなか慣れ慣れしい方です、ね、あ、すいません。僕だって初めましてじゃないですか。初めましてです。でえ、そんな僕が、はい、福ちゃん の、 そのクラウドファンディングで、はい、何かこう選ばれる商品の中一つに、はい、そうです、お手伝いもしいただければいいんじゃないのかなと思いましてお伺いをさせていただきます。どんなのすればいいですか、逆に。あ、その前にね、あのこれあのレンコンサブレ持ってきたんで。レンコンサブレ、はい、これあの林社長も喜んでいただいたレンコンサブレ、これでね、僕操られそうです。レンコンサブレで、はい、はい、ぜひ今日は持って帰ってください。美味しそうですね、ありがとうございます。お子さんもいらっしゃると思います。頂戴します、はいはい、で、はい、あの事業再生版が再生された後に、はい、谷本社長の方からご連絡をいただいたじゃないですか。そうですね、そうなんですよ、はい、あの日ね、私 YouTube ライブやってたら谷本社長の方からご連絡いただいて、はい、お電話でお話をさせていただいて、いや、めっちゃね、僕感動したんですよ。感動して、まあ、本来令和の虎のルールでいくと、はい、関わってない、そうですね、方と志願者と関わってはいけないみたいなのあるけど、福ちゃんは虎だし、はい、関わってもいいのかなと思って生ライブしてたんで、はい、コメントしたんです。あ、なるほどね、はい、あ、すいません、ありがとうございます。いえいえいえ。で、あの実はその6月の3日から、はい、クラウドファンディングの方が実際に始まります。はい、はい、なのでその枠の中で谷本社長のスペシャル的な何かこうお返し物なんかないかなと思ってのご相談なんですよ。スペシャル、お金ですか。いや、お金じゃないです。1000円のあれに対して1万円リターンみたいな。例えばめっちゃ来ますよ例えば、はい、谷本社長と1時間拘束して何かこうご相談できる権利みたいな。ああ、じゃあなんかこう経営者の方とか人生相談したい方が、はい、私の1時間を、はい、まあ、やってくれる。そうです。ああ、なるほどね。あの、はい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 、はい、まあ、そういった形でぜひですね、 お願いできればいいかなって。何でしょうね、こうなんかこう、あくまで僕虎じゃないですか。なんであまりこう安売りみたいな、もちろんまあ自分自身そんなに優秀と思ってるわけじゃないんですけど、はい、まあ、林さんとか、はい、ランチ食べるだけで25万円とか、はい、そうです、あるじゃないですか。あります。その中で谷本ゆすぐ1時間壁打ちみたいな、はい、まあ、やつが例えば1万円とか、はい、そういう金額やったら僕かっこ悪いじゃないですか、はい、そこの金額の部分はやっぱりこうある程度要検討と言いますか、す、はい、きちんと考えていただいたら、まあ、それだけの価値は必ず、まあね、あの、うんうん、リターンとして提供できるかなって自信もありますんで、うん、まあ、もうあの1対1で谷本社長と相談できる権利とかでもいいと思いますよね、はい、対マンで、はい、うん、でもちろんこれ谷本社長ってあの関西のお住まいじゃないですか。そうなんですよ。ですから、まあ、もし可能であれば、まあ、リモートでもいいですし、はい、関西出身の方であれば関西の方であの直接会ってお話しするっていう風なのも、はい、いいのかなと。そうですね。なので条件としたら、まあ、大阪の、まあ、エサイルっていう会社に来ていただける
であればもうオフラインで1時間きちんといろんな相談乗らせていただくし、例えばそれが難しい方の場合は Zoom とかオンラインを通して1時間の時間をきちんと割いていくっていう形で、そうですね、はい、なんでご相談内容っていうのは別に会社経営に関してもいいし、はい、人生相談的なところでもいいし、そうなんです、僕実はね4人子供がいますんで、はい、子育て相談とかも、あ、なるほど、はい、はいはい、そういうのもいいかもしれないですね。そうですね、まあそれもありますし、恋愛相談でもいいと思いますし、はい、やっぱりけどね、ビジネス、はい、結構ね、私多岐にわたって、まあ、介護とか福祉に特化してると思われてるんですけど、まあ飲食もやってるし、はい、美容もやってるし、不動産もやってるし、はい、まあ様々な業態させていただいてるんで、はいはい、まあ、どんなビジネスでもおそらく、はい、あのアドバイスはできると思います。なるほど、はい、ラーメン屋さんもやられてます、ね、そうなんです、ラーメン、はい、ありがとうございます。谷本家メンスタイルだにも時計、ね、はい、おそらく7月ぐらいには2店舗目っていうのも告知が始まってくるんですけど、すごい場所に実は、あ、そうなんですか、はい、あの入らせてもらうことに決まりまして、多角的な経営者様でございます。そうですね、なんかね、はい、マグロみたいな感じで止まられないんですよ。あ、そうです、ね、動き続けないと死んじゃうみたいな、やっぱりな、はい、そういうところはあるんですよやっぱり、はい、ね、じゃあということで、じゃあ一応お約束はいただけるっていうふうなことで、はい、細かいその金額の設定とか、はい、あとまあ開催時期とか、はい、まあ、そういったのじゃあ あのこれからちょっと谷本社長と打ち合わせをしながら、そうですね、うん、進めさせていただければいいのかなというふうに思っておりますので、はい、はい、ぜひご協力。ちなみにこう面識ない私にも帰ってきてるってことは、はい、いろんな虎にお願いしてはるんですか。いや、そうでもないんです。あ、そうでもないんですか、はい、私に寄り添ってくれた虎だけにお願いしました。あ、なるほど。ちなみに他誰がいらっしゃったんですか。トムハッピーでしょ。トムハッピー、はいはい、あと山本社長でしょ、はい、アメリーマン、はいはい、あとは谷本社長でしょ、はい、あとシマヤンでしょ、シマヤン、あと岩井社長とか、はい、あと誰だっけ、三浦会長。お、三浦会長も。三浦会長からも連絡いただいたんですよ、はい、事業再生版の公開終わった後。聞きました、みんな。この名前上がった6人は優しい寄り添う虎なんですよ。あ、そうですね、うん、はい、竹ちゃんに連絡したんだけどさ、竹ちゃんで竹野さん、そう、はい、うん、連絡先がちょっと分かんなくて遅れてません。え、LINE 変わったんですか。いや、LINE も分かんないし。たまに僕に LINE 来ますよ。あ、嘘、はい、あ、そうなんですか、はい、あ、すいません、じゃあちょっとまた連絡は試みてみようかなと思ってますけど、はい、はい、ということで、はい、すいません、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ただね、リターン、はい、詳細は決まったら上がるみたいなんで、はい、そうですね、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました、はい。